お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はですねこちらのムート枯渇デッキやっていきたいと思います。前回ね枯渇動画上げたんですけど、それとね結構似てて、ムートユーノの枠がね、前は多分バルキリーエレスピか、なんかそんな感じでめっちゃ高回転のバージョンで紹介したんですけど、これはね半年から1年ぐらい前にねめちゃくちゃ流行ってた、枯渇デッキですね。でウッドの枠が雪になってるんですけど、正直ウッドか雪か本当どっちでもいいですね。マジで好みだと思いますね。あのウッドで空に勝つのが得意ならウッドでいいですし、逆に空に戦うのが苦手だよって方は雪玉でいいですし、環境強いのはね雪玉なので、雪でやっていこうかなと思います。はい、というわけでやっていくんですけど、ちょっと皆さんにねめちゃくちゃ強いこのデッキの攻めの形っていうのを教えちゃおうかなと思うんですけど、あのね、端前プリンだったりだとか、いろいろあると思うんですけど、あのウォールブレイカーの使い方で、攻めのウォールブレイカーをするときに、普通にねこう単体で端前セパレートとかも強いじゃないですか。でこれ防衛ウォールブレイカーもめっちゃ強いんですよ。でウォールブレイカーこういろんな使い方があるんですけど、今回のこのデッキは相手が、ゴブリンバレル、プリンセス、ウォールブレイカーどこにウッドを打つかって話なんですよ。でバレルにねウッドを使ったら単純にもうウォールブレイカー刺さるじゃないですか。でも普通にウォールブレイカー飛ばしたとて結構ねやっぱ簡単に防衛されてしまうんですよね。でじゃあどうやってウォールブレイカーで攻めれるかってなった時に、ユニットの後ろにウォールブレイカーをつけてあげるのがめっちゃ強いです。このユーノの後ろにウォールブレイカー、あとはムートの後ろにウォールブレイカー、みたいな感じで、あとはなんだバルなんかいたっけ、これのユニット覚えてないんだけど、ユニットの後ろのこのウォールブレイカーですね。これですね。これだと、相手がまずウッドとか使ってなくても、ウッドだけだと防衛できないんですよね。そう、だから、相手に攻め、スペルですね。ファイアーボールを使わせたりだとか、大きいね、メガナイトを使わせたりだとか、結構コストをね、使わせられるんですよね。相手がミスってる。で、それ以外だったら、ダメージが入るよねっていうので、オッケー。ウッド使ったら、あんま関係ないかもしれないんですけど、相手がウッド使ってない時だとか、特に強いですね。そう、ユーノウォールブレイカー、ムートウォールブレイカー。そこに相手がウッド使ったとて、結局はね、ダメージが通るっていうので、これ多分逆の方が良かったですね。左側にバレル。で、右にウォールブレイカー。どっちもどっちですげえなんか入ってんな。なんかあれだけど、自分が言ってることで全然してないんですけど、僕、基本的にマジで単体バレルプラスの、逆サイユーノとかのこの後ろにウォールブレイカーつけてあげると、いや待って、どっちにウッド使おう、どっちに使おうってなるんで、それちょっとね強いですね、このデッキは。あれだからマジアチャー結構めんどいっすよね、僕は。頑張ってもらって、ハンター、ハンターナイス、いやナイスすぎるやろ今。正直ちょっと焦ったよ。で単体も強いっすけどね、ウォールブレイカーは本当に。一旦ここちょっとだけ待とうかな。相手のさマジックアーチャーがさマジでめんどくさいの。マジでして取るのでマジワンパンされるっす。やべ、これムート左側に、こうユニット読みで、このね、これですね。このユーノにウォールブレイカーつけてあげると、ウッドだけだと守れないんですよ。で、施設とかね、使わせられて、みたいなね。これはね、悪くはない。流れがいいですね。で、端前プリンで、端前プリン。そこちょっと延命してあげたい。ユーノ走って。ユーノ歩くな、バカ。で、施設使ってくんねえかな。逆に施設使わなきゃ守れないでしょっていう。よし。いや、大きくしてる。いい、来た。これもね、ちょっと濃すぎわけではないんですけど、ちょっと強いね。はい。ゴブリンバレルをね、一個ずらすって言って、今みたいな、すごい接戦のね、お互いユニット出してだと、やっぱね、ミスしやすいので、ゴブリンバレルずらすのも結構ね、強いですね。なので、簡単に言うと、ユニットの後ろにね、ウォールブレイカーを添えろって話ですね。もうそれだけで強いから。もう、スペル1枚じゃ基本的に収まらないんですね。ウッドだけ、雪玉だけ。穴雨とかね。
ファイボとか、まあその辺使ってくれるってなったら話があるんですけど、まあショップだね、全然セパとか始めにポンって出すのはいいと思うんですけどね、まあ中盤から後半にかけてはやっぱダメージって入らなくなってくるので、まあそういったところでどう通すかっていうので、まあユニットの後ろにねピョンってつけてあげりゃ、マジアチヒースピー、あ、メガナイトライフかな、あ、メガナイトライフが来たっすね。これウッド型か雪型で、まあ、世界変わるんですけど、もう環境ほんと最強レベルのねデッキです。さあユニー、これさ、あの豚になるプリンしっかり頼むわ。でこれつけちゃおう。これああつけれない、つけれない、つけれないなんてことある？これはさすがにねミス、うん、で雪だったらっすね、今回ありがてえ、ありがてえっす。これウッドだったらねもう結構きつかったね、マジアちゃんもマザネコもきつかったんで、まあ雪なのは神、もうこれだけでやってきついからね。そう、相手がザップ系だったらね、まあバレルプラスのなんだこう施設がタゲ取ってる間のバレルとかも強いですね。まあとりあえずなんかがやっぱタゲ取っとかないとっていう、いや、いいね。熱い。さすがに熱いな。右にユニットなんか来そう。まあ、回転範囲でね、もうゴリゴリに行きます。ゴリゴリに行ってあげて、相手マジックアッチャー見せてんな。居抜けてねえぜ。カルシファー、あれだな。羽生えてるやつやん。あの、ジブリの、ジブリの花火でさ、城のね、わかるよねみんな。なんで出てこねえんだよ名前が今。炎の名前っすよね。さあ雪玉咲きました。でまあ僕の負け筋はね、まあ、このメガナイトの受けが意外とね面倒っちいっていうね。さあもうユニットいっぱいあるから、でウッドだとここめちゃくちゃね防衛楽なんですけど、まあまあ雪でもね、雪でも、いや雪玉のノックバック思ったより強いですね。今の見ました。バカダメージ抑えたつもりだけど結構入ってるっすね。え、雪強くね？ちょっと待って。もうちょっとなんかね、守ったユニットのカウンターの後ろに乗っけてあげてえな。いやー、入っちゃうんだな、それがまた。で、僕これ、許容してもよかったけど、まあまあ普通に相手のあれがつれ。いや、これ結構やりすぎぐらいでいい気がした。ステパル、熱い。いや、マジで、そんな気がした。マジアチャで射抜かれますね、これ。ちなみに。いや、これ、強えな。ヒースピが邪魔。いや、ヒースピ邪魔。いや、バカいい。バカいい。ユキがうまい。で、ここ、左にバレるからの、これですね。ユニットの後ろの、おい、ムート止まんじゃねえよ。今だって、ムートが竹取ってたら、雪打ってても入ってたんすよ、今のあれ。なのに、ちょっとムートがね、壊れちまいましたね。さあ、グッドゲームでございます。でね、ユニットの後ろに、まあ、オールブレイカーつけとけば強いんだけど、なんかあんま片サイド、片サイド、片サイドに、こう、攻めて、攻めて、攻めてるときに、なんかそれをやりすぎてるとっていうか、なんか状況に応じては、こう、メガナイトで踏まれて逆にカウンター受けたりだとか、施設で美味しく回収されたりだとかあるから、まあ、それもなんかね、見極めないといけないですね。結構ね、両サイにこのデッキ振れるんですよ。ユーノとかがあるので。だからまあ、両サイにこう振りながらの中でそれができると、やべ、こっちも対応せんといけんのに、は逆サイドも来たみたいな、それがね、ちょっと強いので、なんか、片サイドにこだわるというよりかは、結構両サイ目でね、見てもいい気がするね。ていうかまあユニット残ったユニットの逆サイドにバレルを飛ばして、そのユニットの後ろにあれでいいと思ってます、ウォールブレイカー。さあこれですね、逆サイドですね、残ったユニットの逆サイドにバレルで、このユニットの後ろに遅れてから、そしたらやべえバレル来た、ウッドを使おうってなるんですよ、スペルを。そしたらウォールブレイカーを対応できないっていうね、これですね。でプリン、今回の相手なんだ、なんかロイホグだけど、あれ、メガナイトライフか、もしや、もしや、あなたもメガナイトライフか。いや、流行りすぎてんな。メガナイトライフ、まあ、環境だからな。ヒースピが結構強い。いや、でもエレキだ。マザレクじゃなくてエレキ型？説もある。説もある。いや、このプリンいらんかったかな。
いや、待って、多いぞ、なんか。思ってたより多いぞ、いろいろ。エレキ、あれ？マザレクいないのか？エレキマジアちゃうか。さあ、メガナイト、だいたい踏みたい。いや、雪なのでか。流行ってますね、やっぱ雪型の方が。ウッド型もなんか結構いるんだけどな。さあ、まあ、高めプリン、てか、この辺のプリン最強なんだよね。で、これ、ユキ打ってあげないと。いや、オッケー、ヒースピをさよならした。いや、これ、ウォルブレイカー強いから熱いんじゃない？メガネでくるかな？エレキ、いや、コストが？いや、ユキ使った、もうね、こっちに行きながらの、これよ。このね、両サイド。いや、もう、きついね。いや、ユーの突進がね、化け物強い。さあさあさあ。やっぱ、このデッキはね、両サイド振るのが正解いいっすね。間違いなく。ヒースピ？まあ、ヒースピ飛ぶぐらいタイミングで雪で後ろに下げてあげれば飛ばずにね、ピュピュもうかわいそうに後ろにね、行っちゃうんでね、ヒースピくん。で、まあ、メガネいてるから、あんまりブッパーね、やめて。確実にね。確実にね。とか言いながら、めっちゃブッパします。とか言いながらね。よいしょ。まあ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 。おい、ナイス。ふっ、やばい。おい。さあ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 、まあ、雪玉なのがめっちゃ助かってますね。ウッドだと、まあ厄介ですけど、まあ戦いのことはないかな、結局。オールブレイカーバレルでたくさん枯渇なんかあるんだよね。よろしく、枯渇クランって書いてんな。枯渇対決やっていきましょう。で、ゴブリンバレルはハンターで一応完封できます。そう。で、あとは、まあネイか。ハンターで完封できるんだけど、位置が斜めだとちょっと話は変わるっすね。うん。さあ、マジで枯渇対決になったな。俺の方が逆にユキだから不利みたいな。ユキ、まあ、攻めユキ決めていきたいね。相手がウッド裂いたタイミングのね。さあ、どんな枯渇だろうな。なんか枯渇も最近いっぱい型あるんでね。形がちょっとわからんすよね。え、ゴブリンだ。レアすぎん？ね。ゴブリン枯渇って見ないっすよね。で、できるだけユニットでアップ受けていきたいね。で、これ逆サイドにこれ飛ばして、このね、タワー、あの、ユニットの後ろのこれですね。いや、さ、これがね、まあ強いんだけど、まあ施設使わしたって感じかな。ゴブリンいたな。ゴブリン。ゴブリンやだね。ゴブリンが。さ、プリン。で、何がゴブリンになってんだ？ギャング？ギャングゴブリンにしちゃった。なんか、ゴブリンギャングの枠、結構スケで最近使われてたんですよ。まあ、マザレク対策ですかね。マザレク対策で、スケエレスピとかあったんですけど、だから絶妙なね、枠っすね。ゴブリンになっちゃった。ゴブ、ゴブ、で、まあ、僕、これ、どうかどうかな。まあ、ムーというのをぶっ刺すしか、正直ないぐらい、通んないっすね、僕の攻めが。で、相手のプリンとかずっと残るし、みたいな感じで、まあ、結構めんどくさい相手ではある。これ完封。今のタイムじゃないっけ？ちょっと押せんのかな？で、8枚プリンがマジ強いんでね、相手の。もうゴリゴリいっちゃおうかな。いや、これが強いですね。そう、ウッドだけだとっていう。まあまあ、ゴブリンがね。今回の場合、ゴブリンがすげえ無双しちゃうんですけどね。さあ。で、ユキなので、まあ、これがね、めんどいよねっていう。さあ、どう突破する？これ。まあ、両サイ振りまくります。正直。いや、プリン残るの熱い。テスラ。まあ、どうしようかな。あのさ、テスラ。テスラ邪魔だな。テスラちょっと壊させてもらって、ちょっと邪魔なんでね。ほら、ハンター、ハンター、ハンター、もうちょっと頑張ってくれや。さあ、ヤナメかウッドかすげえ欲しくなるなこれ。まあ一応これは美味しいっすね。え、痛い、なんで、なんで君何やってんの。さあ、まあまあまあ、これはハンターがやってくれる。よーい、攻め通らねえやねえかい。8枚プリンっすね、これ結局。でも、この流れの時にやった取ってみたいなとこあるっすよね。どうしようかな、これ。
なんかひっくり返す方法がね、結構パターンが限られてます。いや、ムート残れば熱いけど。いや、熱い熱い熱い。いや、世界変わる。お、プリンそっち打つ。プリンそっち打つ。いや、ちょっとね、流れは悪くはないんだけど、さすがにね、ひっくり返せんものもある。ロケ打ってくるよな。いや、ロケ打って欲しかったんだけど、通らねえんだな、これまた。よいしょ。まあこれはね、ちょっと枯渇の辛い部分ですよね。枯渇対決になった時にウッドの方がさすがに強いっていうね。通らねえからな。どうする、みんな、どうする。これ30秒。よいしょ。で、ゴブリンがね、たまたま U のメタ。たまたまなんか完全メタみたいな引いたな。まあ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 。枯渇もね、ファイスピーがね、さよならしてね、もう今、来てますから。神って、俺らの時代やって来てるんでね、もう、枯渇はね、アウプリとかもいますし、まあ結構いっぱいいますね。まあそんなわけで、まあ雪玉だとこういうことがね、まあ起こり得ますが、まあウッドだと逆にね、空がめっちゃきついもありますので、まあそこは好みかなと思います。はい、というわけで、まあこちらのね、ムート枯渇、いや結構強いです。本当にめちゃくちゃ強い安定するデッキだと思いますので、ぜひ皆さんもね、使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。